最高裁の判決に、まあ、徹底的に寄り添って新たな保障制度を作っていきたい。田村典久さんの委員の方から挨拶をしていただきます。お願いします。はい、どうもすいません、皆様方にお疲れ様でございます。今日からですね、PT 第1回というものが開催ということでありますが、前回の時に、まあ、私としてはやはり最高裁の判決が出ましたので、最高裁の判決に、まあ、徹底的に寄り添って新たな保障制度を作っていきたいというふうに考えています。今日ご出席くださったPT のメンバーの皆さんもおおむねそのように考えてくださっているのではないかというふうに感じました。最高裁判決が、まあ、損害賠償的な性格のものとして、まあ、国家賠償請求行われております、まあ、認められていますので、おおむねやっぱり損害賠償的な性格のものに、まあ、おのずとなっていくのではないかというふうに思います。